ようございます。はい、ちょっと今日は違う場所でのところ、違う場所でのショールームだけど許してちょ。ていうかさ、ショールーム開いたら背景が違くてビビった。なんだこれって思った。何このキスマークっていうか、キスマークじゃないけどチューするやつなの。今日は何かなんかの日？いつもと違う場所だけど早起きできる私は。ございます、ありがとうございます。というかちょっと皆さんに教えてもらいことがあって、ちょっとこの下学校の体操着で見せられないんですよね。だからこのよくホテルにあるこれ着てるんですけど、あのどっちでしたっけっていうのを聞きたくて。オール4です。どっちだったっけ、左だっけ。あ、今日は6時までです。そうだ、テロップ入れないと。どっちを下にするんだっけって話です。多分左だった気がしなくない。男の人は右が下、左が下ですよね。え、信じますよ。信じた。へえ、男女逆なんだ。初めて知った。なにこれ、リップじゃん。キスって書いてあった。ね、ちょっとみんな待ってて。ちょっとお友達から LINE 来ちゃってさ、ちょっと一回外出するね。本当にごめんね、本当にごめん、すぐ帰ってくる。ごめんね、本当に本当にごめん、マジで。ただいま。
ください。え、なんでアイロン切っちゃったんだ。たったいま。めっちゃ早かった。結構急ぎ足できたもん。さあ、今日はお友達も早起きだよ。この後はご飯食べるから。ご飯食べ終わったらもう出発しちゃうから、早く準備をしないといけないので頑張ってまーす。くるん上手、ありがとう。面白い。ごめんごめんね。おはおい。ケープは配信が終わってからでいいや。え、お姉ちゃんに触覚キモいって言われたんだけど、どういうこと？キモくなくね？ひど。何がキモいねん。S につながるようにしてほしい。あの、それやったらおかしくなるんですよ。私ちゃんと試したそれ。そしたらなんかキモかった。なのでこのスタイルでいきます。よし、もういいだろ。あ、後ろの毛もやんなきゃだった。やばい、お腹減った。お腹すいたと。ありがとうございます。面白い。このドライヤーで間違えた。帰ったよ。ポニーって可愛い、ありがとう。見せれない。学校ではその髪型が多いの。うん、まあ大体これかな。ポニーテばっかしてる。本当は下ろしたいんだけど、ちょっとね、体育とかがあるから結構ポニーテしてる。え、そうなの？夢に私が出演するの？どんな感じだったんだろう、気になる。夢では恥かきたくないぜ。あっち。
配信してくれてありがとうなんか言われたらさ、こちらこそなんですけど、こんな早い時間に起きて見てくださりありがとうございます。夢でも可愛かったな。どんなことしてたんだろう。あ、本当？メールの、そうメールに私のソフトテニスの写真を送ったの。私のソフトテニスの写真って言ってもちょっとよくわかんないか。私がソフトテニスをしている、多分スマッシュ寸前のスマッシュをする寸前の写真で、あれをメールにあげた。私スマッシュ結構得意なんだけど、なんかよく空振っちゃうよね。距離感つかめなくて。おはようございます。結構早いの打てるんですよ私、バーンって感じ。サーブはそんなに早い、サーブも早いのは打てるっちゃ打てるんですけど入んない。フォルトするいつも。あと2分なので残中読みますね。あちち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 ファーストサーブでね、勝つか負けるか決まっちゃう。はい、13位から読み上げます。はい、13位、メガネさんありがとうございます。12位、 X メンさんありがとうございます。11位、リュウマさんありがとうございます。10位部長増田恭平さんありがとうございます。8位間違えた、9位もこちゃさんありがとうございます。8位じんさんありがとうございます。7位村上、変わっちまったな、しょうがない、また読み上げよう。13位、 X メンさんありがとうございます。12位リュウマさんありがとうございます。11位、部長増田恭平さんありがとうございます。8位もこちゃさんありがとうございます。9位メガネさんありがとうございます。8位村上さとしさんありがとうございます。7位経理担当さんありがとうございます。6位竹蔵さんありがとうございます。5位七志さんありがとうございます。4位ビッグラブ子さんありがとうございます。3位仁さんありがとうございます。2位妄想貴族さんありがとうございます。そして1位グッチさんありがとうございます。ごめん、はい、ありがとうございました。今日は早起き早く、また朝早く配信だったけど、見てくれてありがとう、見てくださいありがとうございます。今日は金曜、木曜か、今日木曜だけど、今日も頑張ろうね一日。ファイト一発、よし頑張ろう。バイバーイ、バイチャ。ありがとうございました。